長崎市の南西約15キロの海上に浮かぶ、かつて炭鉱で栄えた2つの島を訪れます。高島と通称軍艦島と呼ばれている端島です。長崎市高島です。雨が降ってきました。この島もですね、有名な軍艦島と同じように炭鉱で栄えた島です。明治から開発が行われて昭和61年に閉山しました。炭鉱時代のですね、建物は壊されているんですが、このように住宅であるとかそういうものは残っています。一気に雨が降ってきた。先ほど朝一で軍艦島ツアーに乗ったんですけどね、船に。波がね、高くて上陸できませんでした。なんか条例で決まっているらしくて、波の高さが50センチを超えちゃうと上陸できませんと。その時の波の高さ57センチ、7センチオーバーでアウトでした。まあおかげで島に上陸するとそれで終わっちゃうんですけど、上陸しない場合には島の周りをぐるっと回ってくれるんで、まあ、僕としてはそっちの方が良かったのかなと思ってます。この島の最盛期、石炭採掘の最盛期には高島と端島と両方合わせて2万2000人が住んでいましたと。島には高層のアパートが立ち並んでいましたが、エネルギー革命により燃料の主役が石油に変わると、端島の方が昭和49年1974年に閉山、その高島炭鉱は昭和61年1986年に閉山しました。現在はですね、海釣り公園とか磯釣り公園か、シュノーケリングなんかの場所が整備されていて、結構ね、若い人が乗ってましたよ、船に。長崎港から高速艇で硫黄島に寄ってからこの高島にやってくるんですが、硫黄島に結構ね、人おりましたけど、高島目的で来ている若い人たちも結構いましたね。島の半分が高くなってて、半分が平らな土地。平らな土地っていうのは、小さな小島をお互いに、その間をですね、埋め立てた場所なんでしょうけれども、この団地が建っているところが光町地区。団地1、2、3、4、5、6、1、8階建てか。まあ、高層アパートですよね。まあ、エレベーターはないのかな。向こうもそうですかね。ちょっと低いのがこっちに建っています。高い方にはね、人が住んでなくて、この低い方に住まわれてるみたいですね。車が置いてありますからね。寄ってきたぞ。何にもねえぞ。高島ヒラメ食べさせたい。郵便局スーパー。小売市場行ってみる。ちょっとどんな感じなんだろう。高島町小売市場。こんにちは。市場になってるんだ。市場の触れ合いサロンだって。これシャッターが閉まっちゃってますけどね。花屋さんとかあったんだね。ということはですよ、隣のスーパーっていうのはどうなってるの。
ね、これが市場ですよ。これが市場で、こっちがスーパー。もうやってるわ。この壁画は何でしょうね。こういうスーパーもね、元はですね、あの高島炭鉱ですから、三菱マテリアルかな、三菱鉱山の、まあ、施設だったということだと思います。降ってきた。あー、スコールですね、これは。スコール。My luck will shine.